健康保険証とは、公的医療保険の被保険者に配布されるカード型の保険証のこと。またがしやなりすましなどの悪用防止対策をしている健康保険証には顔写真添付がある。顔写真のない健康保険証の場合は身分証明書に使えないことが多い。ヨーロッパにおいては、欧州経済領域各国共通で使える欧州健康保険カードも普及している。 米国メディケアカードの例台湾の全民憲法 IC カード日本では公的医療保険の被保険者となった場合そのものに被保険者証が加入している保険者から交付される一人一枚で被保険者が被扶養者を有する場合は被扶養者についても各人ごとの保険証が交付される多くの保険者ではクレジットカードサイズの大きさのものを作成している 保険証は保険者ごとに交付するため、退職、転居等で従前の被保険者資格を失った場合、保険証は失効となり、速やかに保険証を保険者へ返還しなければならない。全国健康保険協会の場合、保険証の即日交付に対応しておらず、被保険者の資格取得から保険証の交付まで通常、1から2週間かかる。この間の医療機関の受診等の必要に、 対応するため、非保険者または事業主の求めにより、厚生労働大臣から非保険者資格証明書が交付される。資格証明書を医療機関の窓口で提示することで、保険証と同様の効力がある。資格証明書の有効期限は原則として交付日から20日以内である。保険証が交付されれば、あるいは資格証明書の有効期限が到来した場合は、 資格証明書は直ちに返還しなければならない。国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合、有効期限が到来した保険証について、かつては国民健康保険法施行規則第7条の2第2項の規定により、市区町村の間独自に出向いて返還しなければならなかった。しかし、 多くの地方自治体で被保険者自身での保険証の破棄を認めていることや医療機関の窓口で有効期限などのチェックを行っているため不正使用などの恐れがないことから総務省と厚生労働省は2021年から国民健康保険被保険者証と高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証の被保険者自身での破棄を容認することになった。なお、 特別の事情がないのに1年以上保険料を滞納すると保険証を返還しなければならない。この場合、代わりに非保険者資格証明書がそのものに交付される。協会憲法での資格証明書と異なり、医療機関の窓口でかかった医療費の全額を支払わなければならない。その後に保険者に申し出ることで一部負担金を控除した相当額が払い戻される。 小学校では学生証が交付されないことも多いため、小学生が学生割引を受けるための手段として保険証が用いられることもある。タカードの健康保険証としての利用、かつては社会保障カードを健康保険証として利用できることが構想されていたが、実現するには至らなかった。その後、2013年にマイナンバー制度が成立し、 個人番号カードを健康保険証として利用できるようにする方針が検討され、決定。日本政府は2021年3月から個人番号カードも健康保険証として利用できるようにする予定である。保険資格との称号には個人番号カードに搭載されている利用者電子、証明書が使われる予定。ありがとうございます。